また生年月日聞かれるよ。うん。今ポイントカードを新しいのに変わってるときに誕生日を教えていただきますと、その発売日の前後に50ポイントを払うんですよ。で、今登録いたしますか？で、多分どこどこだから律儀に聞いてくれると思うよ。すいませんって。誕生日を聞かれる。なんというイベント誌に見られたとこ。この期待に応えるべく躊躇なく使いました。返してね。2ヶ月か3ヶ月以内に。これ決まってるから返してね。何も考えてないから今。買おうと思ったらな。やれやれ、まさかこんな形になるとはな。来月から一号一号で2ヶ月で帰ると思います。いくらでも待つよ。僕はあの小さめに行った時に無理それない、行かないで、それはないと思う。だから行くだけじゃなかった。行ったつもりで帰ってました。行ったつもりで帰ってました。だから来月は解散。なるほどね。すごいな。あれかい？ X の何でもよかったって話かい？それ。いや、ちょっと待って、そっちもあるのか。ということは信じて、とても
感じで。僕は昨日帰る時間と合わせて帰ればいいからいいやん。そう考えるとやっぱり個人スペース順に行くと帰りがきつい予感。一応こっちにいてもそれなりに行けないところはないけど、いやその地下鉄はパンパン取ってるからいいとして、うん、バスがあれですね。うん、なるほどね。え、ここからだとなんか遊ぶとこありますね。まあ札幌で遊ぶとこないなんてやつは殴られるからね。お買い得に任せよう。そもそもそんな雪で沼旅なんだ。ビーナ、ビーナは車で行くやつ。ここじゃでなんかまだ回ってないので、いっぱいあるよ。マンダラケ回りました。回ってない。じゃあこの辺回りましょう。あるよ。なんかいいことが残って帰ってよ。お疲れ様でした。殴っ